アッソチャツヨーネカルチョリュニーテ・メッシーナはイタリア・メッシーナを本拠地とするサッカークラブチーム。2018から19シーズンはセリエ D に所属している。メッシーナはメッシーナ海峡を挟んでレッジョリカラブリアと向き合っており、レッジーナとの一戦はローカルダービーとして盛り上がりを見せる。2002年、メッシーナ海峡でフェリー業などを展開していた実業家。 ピエトロ・フランツァがクラブを買収。積極的な補強策でチームを強化する。2004から05シーズンにセリエ A に昇格。柳沢淳、小笠原光雄が在籍していたことで、日本でも馴染みの深いクラブチームである。2005から06シーズン終盤に騒がれたセリエ A の八百チ問題で、メガクラブの処分後にレッジーナと共に疑いがかけられたが、 処分は下されなかった。しかし、セリエ A 時代のフランツァ会長による積極経営は、クラブの財政力を無視しており、クラブは経営難となった。2006から07シーズンにセリエ B に降格し、2007から08シーズンはセリエ B で14位となった。シーズン後、財政難のためにプロリーグ登録が認められず、セリエ B 降格となった。2014年夏、 現在のクラブ名に解消した、なし、ありがとうございます。